スケロクワングランプリ。こんばんは、ヤムレオと申します。さあ始まりました、新シリーズというかね、なんですけどね、前回の放送で唐揚げ弁当ワングランプリね、 K1 グランプリやってたと思いますけど、あ、そうだ、今回からあれだ、グランプリを省くんだった、 S1 にするんだった、スケ6番、うん、スケ6の1番を決めようということでね、S1 でいきます。やっぱね、S1 だとね、なんかグランプリをつけるよりも S1 の方がなんかしっくりくるんですよね。うん、なんというかね、うん、ピンとくるんですよね。ですので、S1 でいこうと思います。ということでね、今回からね、新シリーズで、スケロクの方をやっていこうというわけでございます。まあ、唐揚げ弁当の方と一緒です。唐揚げ弁当を食べてね、いろんな各地の、三重県北中西地域でね、入手できるやつを食べてっていうふうにやってるんですけど、お前なんだ、唐揚げ弁当もそこそんなに進んでないのに、なんで、次のやつに手出してるんだと、言われると思うんで、一応弁明させてください。今日ね、唐揚げ弁当買いに行ったんですよ。買いに行ったんですけどね、3店舗連続でね、スカったんですよ。なぜか唐揚げ弁当だけ売り切れててね、あれ？あれ？ってなってね、うん。っていうことがあったので、うん、どうしようかな、うん、って思って、何か、うん、唐揚げ以外で、なんか定番で大体どこのスーパーとか、まあなんならコンビニとかでもね、手に入るユーティリティな、やつで、なんか比較とかしたら面白そうな弁当系のやつって何かないかなと思ったら、パッとね、そのままスススって言ってどうしようかなと思ってあれ取ったら、そのお弁当コーナーからお寿司コーナーの方にね、移っとって、スケロク寿司が目に入ったというわけでございます。なので、これやということで、スケロク寿司でやっていこうという、魂胆でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、第1回は、これは、A コープさんですね。A コープ近畿クス店さんで買ってきました。なんだったっけ、最近だと何で言ったっけ、あれだ、アクエリアスチャレンジでね、行きましたよね。A コープのところで買ってきたスケロク寿司から食べていこうと思います。こんな感じ。まあ、写真撮ってあるんでね、それも使いながらになると思います。まあ、どんどんやっていきたいと思います。まあ、まず最初はね、いろいろと食べて、で、また、個数とかね、そのあたりとかを、いろいろと価格派あたりとかね、そういったところとかも見ていきたいなと思います。でね、パッとね、見てね、思ったのは、あれですね、A コープさんは、44じゃないんですね。42の、パッケージになってるんですね。と思って。なんか大体私、結構私、スケロク寿司好きなんですよ、実はね。なのでよく食べるんですけど、あ、そっか、大体44、1対1になってるところが多いんですけど、稲荷2の太巻き4って、あ、珍しいなと思って、そういったところとかもね、いろいろとこう、チェックしながらね、やっていこうと思うんですけど、まあもうね、こんなのね、飲まずにやるなんて無理。無理。ということでね、ぐいっと飲みながらね、やっていきたいと思います。で、本編的には、まあ、雑談も兼ねながらの食べながらですね、やっていって、で、食べてるところはね、また山田もぐもぐでショートにして、1回の収録を、で、2本とかを、ね、増殖させるっていうね。この方法式を使っていかないとね、いいかげんこのね、週14本投稿だって言ってますけど、実質週17本投稿ぐらいやってますからね、うん、うん、持たないっていう風になっちゃいますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。だから、こっからね、小通用のネットもね、取ったりながらやっていきましょう。では、いただきます。ってことでね、いただいていきましょう。ちなみにね、左利きの人あるあるなんですけど、このお寿司のパッケージとか、まあ、このやつは、垂直になってるんであんまり影響ないんですけど、
横のまんまだとね、実はちょっと左利きだと食べにくい。あの、お寿司の、特にあの、斜めに入ってるお寿司なんかはね、左手からだとね、すごく取りにくいんで、90度ずらしてね、食べるっていうのがね、縦にして食べるっていうのが、レフティの、法則でございます。これはね、左利きあるある。うん。左利きあるあるで、今のところは切り抜き作ってみようかな。うん。なんてね、できるぐらい。太巻きは、当てなみ、スケロクなんですけど、今回スケロク1グランプリ、一応、スケロク寿司、スケロクってなっているものを大作りします。で、まあ、上スケロクとかそういうのがある場合は、まあ、普通のスケロクが売ってる場合には、普通のスケロク優先で、見ていこうかなと思います。まあ、上スケロクは上スケロクで、まあ、上級グレードみたいな感じのね、イメージで、なかった時にはそれを買ってくるって感じでね、やっていこうと思います。まあ、唐揚げ弁当も売っとったりして、唐揚げ弁当も買ってきて、まあ、別に2つぐらい食えますからね。それでね、比較検証をね、してみて、動画を作っていこうというわけでございますね。さあ、じゃあいただきます。もうあの完全に晩酌です。私は結構晩酌の時にお寿司とかは食べるタイプですね。あのスナックものとかよりもこういった、やつの方が好きですね。こんな感じ、うん、あもうねあれですよ、あのショーツの方のやつはね、もうね、無理やり何十倍っていうね、速度でね、もうギューってしちゃうんでね、別にこれ喋っててもいいんですよ。うん。うん。うん。スケロクって何でしたっけ、なんか、歌舞伎かなんかにつながんでるんですよね。うん。なんか江戸時代のその、有名な歌舞伎の演目の中に、その、なんか、スケロクさんっていう、人がなんか、なんか、だったっけが、なんか、活躍するシーンのところとかになんか出てくるとかっていうので、なんかそういうようなので、なんか広まって、だったっけな。ちゃんと調べたのは、覚えとった概要欄に書いておきます。まあ、酢飯と、やっぱお酒っていいんですよね。うん。なんなんでしょうね。じゃあ、お稲荷さんもいただこうかな。ちなみに、近畿ですけど、あの三角稲荷じゃなくて、普通の俵稲荷になってますね。うん、うまい。もはや、ショーツ動画とは思えない、このゆっくりした食べ方ね。うん。何なんでしょうね、この塩レモンの 7% って、なんか、コンビニによって売ってるとこと売ってないとこありますよね、結構。半々もないかな。うん。トヨタとか売ってたんで、あ、やったって買いました、うん、一番この 7% の塩が好きなんですけどね。鬼レモンと定番は大体どこも置いてあるのかなって感じですけど、 3% とあの 9% の無糖のやつと、うん、あとこの塩のやつはちょっとなんか置いてあるところ少ない気がしますね。こういう時でも性格が出ると言われましたね。うちはだいたい1111で食べてくパターンなんですけど、人によってはね、片方だけはざっと食べて、片方だけは食べるとかってあるみたいですけどね。それでなんか性格が出るなんて言いますけどね。バラは1枚。バラの枚数とかも入れていこうか。そういうような資格していかないと、スケロク寿司って正直、どんな違いが出てくるのか、正直分かってないですから、ね、あ、具材は見とかないといけないのか。かんぴょうを、かんぴょうに、高野豆腐に、桜でんぶに、厚焼き卵、だて巻き卵も入ってるかな、と、きゅうりですね。なるほど、なるほど。粉たりとかもね、今後のあれですよ、塩に作ってね、スケロク寿司徹底比較的なデータ検証をね、また後々座学でやってきます。最近後々座学でやるって言ってめちゃくちゃ後回しにしてるのがめちゃくちゃ溜まってるのになんか怖いんですけどね。これ1日3本投稿とかやっていかないと本当に消化できないんじゃねえかってぐらいねって言ってるかのにね、またこの前ちょっと臨時で収録が行けるタイミングができちゃったんで、行ってきたんですけどね。実は昨日行ってきたんですけどね。それがまた、正直そんな取り高ねえだろうと思ってたら、意外と取り高がありましてね、さあどうしたもんかなっていう。
ごちそうさまでした。不思議なことにタイムアタックするよりもこっちの方が伸びてるんですよね。だからいろんな品目を見せる方のがあれなのかな。だから別にわざわざタイムアタックを外してしまってもいいのかなっていうのでこういうふうにやってますよね。だからこれだけだとね、ちょっと取れ高、1日に食べれるは決まってますし、いかんせん、食品もね、まあ言うてかけられてますんでね、そんなにバカ、内食、外食、昼食で、ね、そういうわけにはいかないし、これ外食だとね、またちょっと取りにくかったりしますからね、で、結果的に弁当食とかそういったのになってくるってなってくると、なかなかね、こっちのね、お財布事情の兼ね合いで、一日一食弁当にするというか、まあ正確に言うと、お昼、会社で食べるのか、まあ最近はもうコンビニのおにぎりで、おにぎり2個とかに済ませることが増えてますけど、それでね、もう結構飛んできますからね、おーっていう感じでございますからね、そのあたりとかをね、どうやっていこうかななんてことを考えながら、もうね、次の店舗のやつもね、用意してありますんでね、また写真撮って準備してやっていきたいと思いますんでね。とりあえず今回のやつは、スケロクスですか ?42 で入っとって、もうちょっとちっちゃめのサイズなのかな、あ、そうだ、スケロクスショーってなってるわ。ショーってなってるんでね。台も落ちたのかな、パッと見た時に台が見当たらなかったから。また、そのあたりはおいおいと、買い進めながらね、見ていこうと思います。今回はこれ、これショーってね。ごちそうさまでした。まあ、見ましたけどね。っていう感じでね。やっていきたいなと思います。また後々データを取ってそのあたりとかも話しながら、まあとりあえず今1本美味しくいただきましたという感じでございますね。まあこんな感じでちょっと地域情報とかは、まあなるべく地域情報4つ目の方なんでね、の雑談なんかもしながらね、ちょっと挟んでいきたいなと思ってますって言いながらね、今からもう1本取る、これでも2週間分取っちゃうんですけどね、どうぞよろしくお願いいたします。ではね、今回の動画はこれぐらいで説明させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。